ハロウィン、たくさんプリンはもらうな。ミヤコさん、少しよろしいですか？あ、シノブなの。ちょうどいいの。プリンをくれなきゃいたずらするな。そう言うと思いました。どうぞ、プリンです。やったな、プリンなの。それでですね、ミヤコさん、実はこれから調査に向かおうと思っていまして。調査？シノブは働き者なの。行ってらっしゃいなの。そうではなくてですね、その調査にミヤコさんも同伴していただきたいのですが。めんどくさいの。ミヤコはこれから街でハロウィンをするの。そうですか、それは残念です。もし手伝っていただけたなら、とても楽しいハロウィンパーティーにご招待しようと思ってるのですが。ハロウィンパーティーなの？それを早く言うな。仕方ないから手伝ってやるな。ありがとうございます。では行きましょうか。私の占いによると、不思議なことが起こるかもしれませんね。次回、トリックオアプリン、約束のハロウィンパーティについてですが、手がかりになりそうな情報があります。なんと、よくやったぞシノブ。して、その情報とは？はい、実は今朝方、町のある場所から強大な霊力を感知しまして。おお、霊力とな。それはなかなか興味深いな。確かに、わらわの魔力を取り戻す手がかりになるやもしれぬな。ですので、これから調査に行こうかと思います。イリアさんに関連することでなくとも、溢れ出ている霊力を放ってはおけませんので。ミヤコも一緒に行くの。すぐ
に手がかりを見つけてみせるな。なんじゃ、お主がやる気を出しているとは珍しいな。調査が終わったら忍がハロウィンパーティーをしてくれる約束なの。そんな暇があるなら世界征服の策をと言いたいところじゃが、たまにはいいじゃろ、楽しんでくれたい。わらわも調査についていってやりたいが、町の祭り騒ぎはどうも性に合わなくてな。何かあれば報告しますし、宮子さんもいるので大丈夫です。そうか、忍がそう言うなら大丈夫じゃな。宮子、忍に迷惑をかけるでないぞ。もうせっかくやる気になってるのに、イリアはうるさいの。そのやる気がよからぬ方に行かねばいいのじゃが、しかし、そうか、ハロウィンか。イリアさん、いや、これは世を滑る者としての忠告じゃが、ハロウィンの夜は祭りに紛れた邪悪の者がいてもおかしくはない。くれぐれも気をつけることじゃ。今宵は不思議なことが起こる特別な日じゃからな。イリアさんが不穏なことを言っていましたが、町はいつもより賑やかで活気がありますね。イリアは心配しすぎなの。早くパーティーしたいの。そうですね、楽しみにしていてください。パーティーのために調査を頑張りましょう。もちろんなの。やる気を上げるためにいつもよりプリンを多めに持ってきたの。もぐもぐ、調査の合間のプリンは格別なの。あ、見てください、宮子さん、子供たちがお菓子をもらっていますよ。トリックオアトリート、お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞ。あ、急いでプリンを隠すな。このプリンが狙われる可能性があるの。大丈夫ですよ、あの子たちは前もって決まっている家にお菓子をもらいに行くんですから。そうなの？あ、向こうにも子供たちがいるの。トリックアトリート！あらあら、いたずらされたら大変。さあ、お菓子をあげましょうね。なんだよ、子供ばっかりだな。もっと色気のあるお姉ちゃんとかはいないもんかね。お父さん、ハロウィンは子供たちが主役なんだから。みんな楽しそうなの。みやこも早くやりたいの。プリンをくれなきゃいたずらするな。みやこさんはトリックオアプリンですね。当然なの。むしろプリンオアプリンなの。プリン以外の選択肢はないの。あ、そうなの。ハロウィンパーティー、あいつも誘うなの。あいつ、ああ、あの人ですね。そうですね、き
来てくだされば、もっと楽しくなりますね。調査が終わったら、声をかけに行きましょう。私も、いつもお世話になってますので。楽しみが増えたの。霊力の発信源は、ここですね。おかしいな。いつもは幽霊がたくさんいるのに、今日は誰もいないの。そうですね。けどなぜでしょう。今日はいつにも増して、霊力が強いです。しのぶ、なんかモヤモヤが出てるな。こっちに来てみるな。これはどうしたんでしょうか。ただならぬ雰囲気ですが。気をつけろしのぶ。この霧、霊界から漏れ出したもんだ。この空間が霊界とつながってやがる。霊界と、どうしてそんなことが。ミヤコが様子を見てあげるの。あ、ミヤコさん、不用意に近づくのは危険です。霊力の正体みたいです。ミヤコさん、戦闘準備を。わかったの。さっさと終わらせてハロウィンパーティーするの。すさまじい霊力です。こんな魔物が存在していたなんて。私が前に出ます。ミヤコさんは援護をお願いします。これが終わったらハロウィンパーティーなの。ミヤコの邪魔しないでほしいの。お？なんだお前たちは。喋ったの。何者なのお前。オイラの名前はジャック・オー・ランタン。ハロウィンをぶっ壊しに来たのさ。ハロウィンを。そんなことはさせません。あなたはここで私たちが倒します。なんだよ、出会って早々ノリが悪いな。邪魔するやつは容赦しないぞ。来るぞ、シノブ。やあ！遅い。ミヤコさん、私が攻撃をさばきます。今のうちに。さすがシノブナナ。ミヤコも頑張るな。なんだって。お前ら、なかなかやるな。いいぞガキンチョ。シノブ、あいつ全然大したことねえぞ。シノブとミヤコは最強なの。くらえなの。やっぱり現世だと力が出ないや。ここは一旦。急いで追いかけましょう。
けどけどけって、お前人間か。おい、お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。なんだよ、お菓子持ってないのかよ。持ってないなら挨拶なんてするなよ。ジャック、勘弁しろだな。うわぁ、追いかけてきた。へへ、オイラに鬼ごっこで勝てると思うなよ。逃げろ。随分と楽しそうですね。あ、大丈夫ですか？おい、小僧！忍ぶに近づくんじゃねえ！てめえはガキンチョどもに混じって菓子でも食ってな！お父さん、せっかく会えたんだし、この人にも手伝ってもらおうよ。いいや、忍ぶ。こんな奴とハロウィンを過ごすなんて俺は断じて許さんぞ。お父さん。ひー、忍ぶが怖い。あの、ちょうどいいところで会えました。あなたさえよければお力を借りたくて。実は。ということなんです。お願いします。ジャックを止めるのを手伝っていただけますか？お前に拒否権はないの。一緒にハロウィンを守るな。ありがとうございます。そうと決まれば追いかけましょう。って言いましたが、どういう意味なんでしょう。見つけ出してその真意も聞き出しましょう。おそらくですが、彼はこの人組に紛れて仮装してる人がたくさんいるからわからないの。子供の泣き声、一体何が？僕のお菓子、何すんだよ！うるさいな。これは今からオイラのもんだよ。オイラと遊んでくれないならお菓子だけでもよこせ。あいつ、大人のくせに子供からお菓子を奪い取ってるの、許せないな。みんなのお菓子を返すの。子供をいじめちゃダメなの。ついでにプリンをミヤコによこすの。げっ、お前らもう追いついたろ。いやあ、危ないの。急に攻撃してくるなんてどういうつもりなの。しつこい奴らだな。あなた、ジャックですね。まさか町の人に憑依しているなんて。今すぐその人を解放してください。この体はオイラの復讐に必要だからね。やすやすとは渡さないよ。ありましたね。これでは。それならミヤコが攻撃して追い出してやるな。ダメです、ミヤコさん。
私たちがこのまま攻撃すれば、より城の人が傷ついてしまいます。あ、確かにそうなの。誰にもオイラの邪魔はさせないぞ。二人とも下がっててください。ここは私が何とかします。そんなのダメなの、ミヤコも手伝うの。よりしろを攻撃できないお前らに勝ち目はない。うっ、ああ、苦しい。やっぱりこの体じゃダメか。なんか様子がおかしいの。おそらくよりしろが合っていないのでしょう。霊力の低いよりしろでは力を出し切ることはできないはず。あ、そうだ、いいこと思いついたぞ。それもうちの忍を。ミヤコさん、忍、しっかりするの。すぐに病院に連れてってやるの。ごめんなさい、ミヤコさん。一緒にハロウィンパーティーするって言ったのに。子さんをお願いします。忍、忍、起きてなの。許さないの、よくも忍を。あれ俺こんなところで何して。で、正気に戻ったの？それじゃあジャックは。また逃げられたの、悔しいの。体すごいね、全身に力がみなぎってくるよ。くそ、こいつの力が強すぎて忍を守るどころか拘束されて動けない。なんてやつなの、
しのぶを返すの。いいの？オイラを攻撃すればこの体が傷ついちゃうよ。うえ、卑怯なの。今のオイラに怖いものはない。よし、復讐の始まりだい。トリコはトリート、この体にいたずらしちゃうぞ。やめろなの、忍の体をいじめるだなの。じゃあオイラと遊んでくれる？誰がお前なんかと遊ぶかなの。チェ、嫌ならお前の持ってるお菓子全部オイラに渡しな。このプリン、こんなやつに渡すなんて。でも忍が、わかったの。都のプリン全部くれてやるの。わーいわーい。って、これ全部プリンじゃんかよ。このプリンなの。煮るなり焼くなり好きにするの。お前どれだけプリンが好きなんだよ。まあいいよ、このプリンは全部オイラのもの。くぅ、都のプリン。何言ってるの、忍を置いていけないの。確かに忍とは戦えないけど、でも忍とプリンを取られた上に逃げるなんて。うう、手を離すの。ジャック、忍とプリンを返すの。このせいで忍がプリンも取られちゃったの。もうダメなの、プリンもないし忍もいないの。都にはもう何も残ってないの。忍は都を助けてくれたのに、都には忍を助ける力なんてないの。ごめんなの、忍。ごめんなさいなの、都。どうしたらいいかわからないの。お前、助けてくれるの？お前がいるなら、きっと大丈夫なの。ジャックを倒してみせるの。それで、全部終わったら、終わったら、絶対、忍とハロウィンパーティーするの。助けたくても方法がわからないの。そもそもジャックって何者なの？ハロウィンをめちゃくちゃにしようとしていること以外わからないの。出会った場所？確かにそこなら手がかりがあるかもなの。よくやったな。急いで向かうの、ついてこいなの。ここなの、ここに。
ほら、あったの。近づいてみるの。ドクロオヤジはここが霊界とつながってるって言ってたの。中には何があるかわからないし、すっごく危険かもしれないの。もしかしたらお前も死んじゃうかもしれないの。それでも一緒に来てくれるの？ありがとう、ナナ。大丈夫なの。もし死んじゃっても、ミヤコがずっとそばにいてやるな。それじゃあ、行くな。ついたの？で、ここどこなの？お城の中みたいなの。不気味なの。幽霊の都でもゾッとするの。もしかしたらジャックはここから来たかもしれないの。わあ！びっくりしたの。なんで霊界に魔物が。そこは毒だ。聞いてないの。どうして。そうなの。だから倒しても起き上がってくるの。よく気づいたの。だとしたら戦ってても時間の無駄なの。お前は危ないから都のそばを離れるのだな。するぞ。ジャックはバカなの。こんなこと書いたら見たくなるに決まってるの。ハルウィンはあの世とこの世の境目が曖昧になって霊界の扉が開く。昔はその度に人間から貢ぎ物があって、オイラはその見返りに秋の実りをもたらしてたんだ。それにハロウィンの日だけはオイラも人間に混じってトリックアトリートって遊んでた。けど気がついたら人間はオイラの存在を忘れてて、自分たちが楽しむためのパーティーばっかりしてる。
本来のハロウィンを忘れちゃったんだ。貢ぎ物がなくなって、オイラは力を失った。そして一人ぼっちになっちゃったんだ。今年こそオイラを忘れた人間に復讐する時だ。日付が変わって霊界の扉が閉まるまでに依代を見つけないとオイラは力を出し切れない。また一年待つことになる。それだけは避けないと。霊力の強いやつに憑依してハロウィンが終わるまで待てば、オイラの魂と依代の体は完全に一つになる。最後に集めたお菓子を貢ぎ物として食べれば、オイラの力は完全復活。現世で大暴れしてやるんだ。バカな人間に仕返ししてやる。人間に忘れられた。ジャックにそんな過去があったの。あいつももしかしたらかわいそうなやつかもしれないの。少しならジャックの気持ちもわかるの。忍やお前に会う前の都も友達なんていなかったの。でもだからといって忍の体を奪っていい理由にはならないの。都はそんなことしなくてもみんなと友達になれたの。一人でプリンを食べたりランドセルをぶらつくのも楽しかったけど、みんなに会ってからのが何倍も楽しかったの。だからジャックは絶対に止めるな。この日記の通りならハロウィンが終わるまでにジャックを何とかしないと忍は永遠に戻ってこないの。忍がジャックでジャックが忍になるの。そんなのダメなの。都の忍がいなくなっちゃうの。この体の持ち主がそんなに大事？忍じゃなくてジャックなの。手下の魔物から城に侵入者が現れたって報告があったんだ。戻ってきてみたらやっぱりお前たちだったか。涼しいな。勝手に上がり込んで日記まで読み漁るなんてさ。人の体に勝手に入り込んで子供からお菓子を奪ったり都のプリンを取ったりしたやつに悪く言われる筋合いはないの。絶対に取り返すの。プリンも忍も。取り返せるものなら取り返してみろ。ジャック、お前は間違ってるの。忍、待ってるの。必ず体を取り戻してみせるの。忍を乗っ取りたいことを分かったの。でもどうしたら忍からジャックを引き離せるの？へへん、オイラの目的は分かっても憑依を解く方法までは分からなかったようだね。うるさいな。今すごい案を考えるの。隙だらけ。
忍を助けることなんか。語りかける？そんな単純な方法で大丈夫なの？ジャックはドクロ親父すら押さえつける強敵なの。でもそれしかないならやるしかないの。少しでも忍がミユコの声を聞いてくれたら、そしたら…そうなの、思いついたの。あいつが忍に取り付けたならミユコにもできるはずなの。忍が表に出てきてジャックの力が弱まったところにミユコが飛んでいって憑依するの。そうすればジャックを追い出せるかもしれないの。お、作戦会議は終わったかな。ま、無意味だろうけどさ、そろそろ終わりにしちゃうよ。お前らに構ってる暇はないんだから。忍、ミユコの声を聞いてほしいの。何？お前もしかしてこいつに話しかけてるの？忍、ミユコは、ミユコはいつもの忍に戻ってほしいの。何を言っても聞こえないよ。ミユコはいつもわがままだし、そのせいで忍にたくさん迷惑かけちゃったことだってあったの。わがままか。この体の持ち主もうんざりだったんだろうな。でもこんなミユコに忍はいつでも優しくしてくれて可愛がってくれて、ミユコも甘えちゃってたの。だから今度はミユコが忍を助けたいの。返事をしてほしいの、忍。バカだな。そんな一方的に思いをぶつけても。あ、ミユコにとって忍はとっても大事な友達なの。本当に本当に大好きなの。なんで体が思うように。あ、忍、お願いなの、戻ってこいなの。それでそれで一緒にハロウィンパーティーをするの。そんな、なんで。やめろ、やめ。そうですよね、約束しましたもんね。忍、忍なの？聞こえたんです、ミヤコさんの声が。だからそれに答えなくちゃって。ミヤコさん、私はミヤコさんのわがままを迷惑だなんて思っていません。いつも明るくて活発なあなたに、私はたくさん元気をもらっています。私にとってもミヤコさんは大切な人で、妹のように
愛しい存在なんです。ヤコさん、私も大好きです。まさかオイラの意識を抑え込むなんて。シノブはまだ消えてないの。ずっと中で戦ってるの。そうです、私はまだ負けていません。シノブ、信じてたの。今助けてあげるの。しのぶ、今助けるの。ちょっと待った。なんなの、潔くしのぶを返す気になったの。オイラの話を聞いておくれよ。お前の好きなものオイラに教えてよ。ヤコの好きなもの？当然プリンなの。あ、そういえばお前のお菓子は全部プリンだったね。あ、そうだったの。お前にプリンを全部取られてたの。しのぶと一緒にプリンも取り返すの。だからストップストップ。お前にいい話があります。オイラをこのまま見逃してくれれば、世界一甘くて大きなプリンをお前にあげる。おい、なんで反応するんだ。しのぶの命とプリンを天秤にかけるな。世界一のプリン、想像しただけでよだれが出そうになるの。オイラならその幸せを与えられる。悪い取引じゃないよね。やめろか緊張。こいつの話に耳を貸すんじゃねえ。甘くて大きいプリンを丸ごと独り占めなんて夢みたいなの。それってミヤコにとってすっごく幸せなことなの。でも、しのぶと食べられたら、もっともっと幸せなの。しのぶ、一瞬だけ取り付かせてもらうの。やべ、来るな。しのぶから離れるの。やだ、離れないぞ。お前みたいなやつがしのぶの中にいるなんて許されないな。お前みたいなやつに。急にこいつらの力が上がった。お前何をした。ナイスなの。しのぶ、二人でジャックを追い出すの。はい、ジャック、私の中から出て行ってください。
よくやったぞ、ガキンチョ。俺は信じてたぞ。しのぶ、よく頑張ったな。ミヤコさんの声が私を導いてくれたんです。よかったの、本当によかったの。ミヤコ、たくさん頑張ったの。はい、何度も意識が途切れそうでしたけど、ミヤコさんの思いが、頑張りが私をつなぎ止めてくれた。ミヤコさん、ありがとうございます。はい、ミヤコさんを守ってくれて本当にありがとうございます。二人のおかげで帰ってくることができました。くそ、くそ、くそ、オイラの復讐がこんな奴らに邪魔されるなんて。そんな馬鹿げた計画、うまくいくはずありません。あなたが私の中にいたことで、忘れられたあなたの悲しみは私にも伝わりました。けど、復讐して人間を消し去っても、あなたはまた孤独になるだけです。このままでは、あなたの心は満たされません。うるさい。うるさい、うるさい、うるさい！もういい。こうなったら、最後の手段だ！これは霊界の扉。へっ、オイラの力、思い知らせてやるからな。ジャック、どこ行くの？この扉、もしかして町に。ジャックを追いましょう。今の彼は何をしでかすか分かりません。トリックオアトリート、お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうよ。あらま、それは大変。はい、お菓子だよ。このお菓子はオイラがもらった。知らない子がお菓子取った。こら、あんたどこの子だい。お菓子ならたくさんあるから、取ったりしたらダメだよ。うるさい、オイラに指図するな。大丈夫ですか？この子を連れて早く逃げてください。ありがとね。何が何だかわからないけど、ほら行くよ。お母さん、やはり町に繋がっていましたか。何をするつもりですか？言ったろ、オイラの力を思い知らせてやるって。もう器なんかいらない。ハロウィンが終わってまた霊界に逆戻りでも構わない。今ここでみんなまとめて消し去れればな。トリックオアトリート、お菓子よ、オイラの元に集まれ！
に集まっていくの。これだけあれば力を取り戻すには十分だ。ミユコのプリンも食べられてるの。そんな食い散らかすな、なのもったいないの。ミユコさん、お菓子を食べられているのはみんな同じですよ。それにジャックの霊力がどんどん強くなっています。吸収しているみたいです。これは厄介ですね。そうだ、お前たちも食べてオイラのエネルギーにしてあげるよ。ですが、このままでは防戦一方です。なんとか私たちの攻撃を通さないと。もうジャック、ズルするな。なの、もともとそれはミヤコのプリンなの。それで強くなるなんてずるいな。勝てばいいんだよ、勝てば。プリンは食べられるしで、ミヤコの人生お先真っ暗だな。落ち着けるわけないの。禁断症状なの。プリンが食べたいの。プリン、プリン、プリン。もうずっと食べてないの。甘くて美味しいプリンがなくちゃやる気出ないの。甘くて美味しいプリン。ミヤコさん、今私たちの目の前には何がありますか？え、何ってジャックなの？本当にそうでしょうか？くらいの大きい大きいプリンなの。美味しそうなの。そう、あれはジャックではなくプリンです。
親子さん、思う存分召し上がれ。すごいな、しのぶは天才なの。なんだよお前、目が怖い。引きますよ、二人とも。攻撃では私たちは倒せません。なら何度だって打ち込んでやる。プリンに到着なの。いただきます。お前らだけ、もうおしまいだ。おしまいなのはあなたの方です。かぼちゃのプリンなの。迷う魂よ、冥府に帰りなさい。あなた自身が世界一大きくて甘いプリンになってしまいましたね。くそ、くそ、どうしてうまくいかないんだよ。元はといえば全部お前らが悪いんじゃないか。お前らがオイラを忘れたりするから。本当はオイラだってみんなとハロウィンしたいんだよ。ジャック。あの怪物は一体何だったんだ。あの仮装した子が怪物に変身したように見えたけど。皆さん、お騒がせしました。いかがでしたでしょうか、私たちの余興は。え、余興？はい、ハロウィンは不思議なことが起こる夜、そんな特別な日に私たちのギルドで出し物をしようということになったのです。お前何言って。しのぶみんなちょっとやりすぎちゃってごめんなの。けどお菓子はこの後ちゃんと返すから安心してほしいの。彼もハロウィンを楽しみたい気持ちは皆さんと同じです。どうか受け入れてはくれませんでしょうか。なんだよ、出し物だったのか。そうだと思ったんだよ。すごかった。私本当に怖くて泣いちゃったもん。お前どういうつもりだよ。
私は霊媒師です。この世に未練のある霊を救うのも私の仕事です。けれどあなたの孤独、未練は復讐では断ち切ることはできないでしょう。あなたが救われる唯一の方法、それはもう一度人間とつながることだと思いました。でもオイラはみんなに忘れられてて、だから。あのお兄ちゃん、このお菓子あげる。え、これオイラに？けどなんで？だってハロウィンはみんなで楽しむものだもん。お兄ちゃんジャックオランタンでしょ。お前オイラを知ってるの？当たり前じゃん。ハロウィンが好きな人ならみんな知ってるよ。ハロウィンのあり方が変わってもジャックオーランタンという存在は人々の中に根付いています。ならあなた自身も変わってみてはどうでしょうか。秋の実りをもたらすものとしてではなく、純粋にこの日を楽しむものとして。いつまでうじうじしてるの。ほら行ってくるの。なあ、トリックオアトリート。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。あら、それは大変。はい、お菓子をどうぞ。よし、みんなオイラもハロウィンに混ぜてくれよ。チョコレートをたくさんもらえたじゃないですか。プリンじゃないと意味ないの。プリンプリンプリン。ジャック、またプリンになるの。もう無理だよ。それにオイラだってもうお前に食べられるのはごめんだからな。ひどいの。ハロウィンを救ったのにその仕打ちがこれなんてひどすぎるな。ミヤコさん、忘れちゃいましたか？忘れた？何やの？あ、思い出したの。ハロウィンパーティーなの。はい、調査も終わりましたし、パーティーに行きましょうか。楽しみにしてたの。お前もジャックも一緒に行くの。え、オイラも行っていいのか？当たり前なの。やっぱりたくさん人がいた方が楽しいの。ミヤコはシノブたちに会うまで一人でも寂しくないって思ってたの。けど今は違うの。やっぱり友
ていいの。だからお前も来るの。そうすればもっともっと幸せがいっぱいなの。け、俺はてめえを許したわけじゃないけどな。忍やガキンチョが言うなら仕方ねえ。幸せがいっぱい。そっか、それじゃあオイラもパーティーに参加するよ。このお店まだ中が明るいの。調査が長引いてもいいように深夜も営業しているこのお店をパーティー用に予約していたんです。さすがは忍ぶなの。早速入るの。すごいの。プリンがいっぱいあるの。お菓子もたくさんあるぞ。やったー。みやこさんのためのハロウィンパーティーですから、たくさんプリンやお菓子を用意しました。いたずらされてはたまりませんからね。さあ、みやこさん、思う存分に召し上がれ。やったの。とってもおいしいの。こんなに大きいプリン、ランドセルにあったなんて知らなかったの。もしかしてここはプリン専門店なの？深夜営業のプリン専門店なんかあるわけねえだろ。ここにあるのは全部忍の手作りだ。ありがたく食えよ。お父さん、それは言わない約束じゃ。もしかして、ミヤコのためなの？はい。その、味見もしたので、問題なく食べられると思うのですが。忍ぶ、嬉しいの、大好きなの。喜んでもらえたようで、私も嬉しいです。当たり前なの。みやこ、とっても幸せなの。本当なの。これもみやこが頑張ったおかげなの。お前も追加でプリンを持ってくるの。主役はミヤコなの。このプリン全部ミヤコのなの。独り占めなの。ジャックもプリンには触るな。なの独り占めなんてずるいぞ。オイラにも幸せを分けてくれよ。プリンを食べる幸せはミヤコにだけ許されたものなの。お前はそれ以外で楽しむの。みやこさん、彼に取引を持ちかけられたとき、私と一緒に食べられたら幸せだって言ってくれたじゃないですか。う、聞こえてたの？けど、このプリンは…忍はちょっと意地悪なの。では、私のことが嫌いということですか？そうじゃないの。大好きなの。またそうやって意地悪するの。あの時の言葉が嬉しくて、
ついからかいたくなっちゃいました。やっぱりあの言葉は嘘なの。プリンは都一人のものなの。よし、こうなったら力づくで。やめろなの。まだまだたくさんありますから、取り合わなくても大丈夫ですよ。一緒にハロウィンをしてプリンを集めるの。